寿司の4番、日本における専門職というのをですね、一応その寿司屋の板前さん、それからタクシーの運転手さん、それから大工の棟梁と、この3つの例を出しまして、専門家の定、日本における専門家というものを話しました。で、これ専門家というのをですね、最近では人がですね、それぞれ勝手にっていうか、あまり基準によらずに使ってるんですね。そうすると、ある人は、いや、そんなタクシーのうんちゃんなんていうのは専門職じゃないよと言ったりするんですね。ですから、ここでですね、一応日本文化というのは専門家を大切にしてきたということをお話した後にですね、やはり専門家の定義というのをやらなきゃいけないと思います。専門家の一番典型的なのはお医者さんなんですけど、後にこれはもっと難しくなってくるんですが、専門家っていうのは一応ですね、国際的には、ここに書いた3つが満足している状態というふうになっているはずです。日本ではほとんどそういう議論がされておりませんが、多分これだと思いますね。それはですね、1、普遍的法則に従う。例えば、お寿司だったらば、人の食欲とかですね、人の気分というような普遍的法則ですね。お医者さんだったらもっと簡単で、医学という普遍的法則ですね。に故障した人間をどう治すかという普遍的法則があるということですね。に従っているということです。だから従うものがなきゃいけません。従うものがですね、任意性のあるものですと、専門家にはなりませんですね。それから、長期間高度な修練を積むということですね。例えば、寿司屋の職人は親方に習って、10年修行して、立派な一人前の職人になるとかですね、大工の棟梁も棟梁の下について、最初はもう使い走りやらされて、そのうちのみも持つことができるというようなことになるわけですね。お医者さんはもちろん、普通は大学は4年ですけど、お医者さん6年やって、で、医学試験に受かった後5年の研修医を受けて、つまり11年ですね。そしてお医者さんとして、立派になるということですね。それからこの3番が非常に重要ですが、これは不特定多数に対して責任を持つということですね。お医者さんのところに、人種の違う人が来ても、お医者さんが嫌いなタイプの人が来ても、どんな人が来ても同じように責任を持つわけですね。大学教授っていうのも専門職の一つなんですが、私たちもですね、あの学生が嫌いだから教えないなんてことはしないんですね。必ず専門職というのは不特定多数に対して責任を持ちます。寿司屋もそうですね。寿司屋も入ってきたお客さんはいらっしゃいって言ってですね、誰でもちゃんとやるという、これがですね、専門職の定義と一般的にはされていると思います。普遍的法則に従い、長期間高度な修練を積み、そして不特定多数に対して責任を持つ。だから、棟梁のところで述べたんですけども、昔は棟梁というのは不特定多数に対して責任を持ってましたので、建築主が建ててくれようと言ったときに、建築主、つまりクライアントですね、依頼、建物を建てるって依頼してきた人の言うことだけを聞くんではなくて、市民がその家の表道路を歩くもんですから、そこから家を見たときに、家が変でないか、周囲の環境に、景観に害をもたらさないか、もしくは火災が起きたときに、火が広がらないような工夫はされているか、というようなことを考えるわけです。これはですね、依頼主だけのことを考えて建物を建てる現在の一級建築士は、その意味では専門家ではないということになるわけですね。ですから、この不特定多数、例えばお医者さんでしたら、相手が敵兵であれ、何であれ、責任を持つんです。この頃ですね、お医者さんでもこの専門職ということにはっきりと認識がなくてですね、呼吸器のお医者さんで、タバコを吸う人は診察しないなんてお医者さんいるんですね。それは本当にダメなことなんですよ。相手がタバコを吸おうが何だろうが、治療をしなきゃいけないんですね。そういうその専門家側が、その自分の判断を入れますとね、タクシー呼んで、そして行ってくれというふうに言ったとしたタクシーの運転手がですね、あなたの生活を見てると、十分時間があるんだから、別にタクシーなんか呼ばないで、駅まで5分なんだから歩いたらどうですかと。そんなこと言ったらですね、たまらないわけですよ。学校の先生もそうですね。教室にいるうち、勉強しない子もいるわけですよ。そしたら、勉強しない学生に向かって私が、君は勉強しないから俺は教えたくないと。
とっとと帰れと、まあ、言ったらダメなんですね。つまりこの不特定多数に対して責任を持つということは専門家としては非常に重要なことで、まあ、これがおろそかになっている場合もあるんですね。それからまあ長期間高度な修練を積むという点ではやや専門家かなと思うのがまあ現在のタクシーの運転手ですね。それから私はいつもあの、見習い中とかいうのがあってホテルのフロントに行くと見習い研修生とかあってですね、まああんまりちゃんとしてないっていうのが多いんですよ。あれはですねやっぱり専門家じゃないってことですね。専門家っていうのはもう最初から私は研修生ですから駐車打ち間違えるかもしれませんとか言っちゃいけないんですよ。それはそこまでちゃんとやれることの確認も長期間高度な修練の中で なきゃいけないんですね。その意味で最近は、まあ、悪くはないんですけどもタクシーに乗るとナビを運転手さんが使うことがあるんですが、私はですね、まあ、ナビを使う時もあってもいいけれども、だけども普通はですねタクシーの運転手さんはナビはもう全部頭の中に入ってると、地図は。そのさらにその道がどっちがいいとか、あっちは交通事故が多いから避けようとかいうことも知ってるっていうのが、私は長期間高度な修練を積むということになると思うんですね。私一回品川で、大手の東京の大手のタクシーメーカーにタクシーの乗ったらですね、でアメリカ大使館に行く時だったんですね。でアメリカ大使館にまでお願いしますって言ったら、アメリカ大使館はどこですかと聞かれて、私はその時はねちょっとまあ言ってもいいけど、東京でアメリカ大使館を知らないという、そのタクシーはですね結構高官庁によく使われてるタクシーなんですよね、大手中の大手で。それでそれはちょっとあなたタクシーの運転手やってていいんですかって言ったことがあって、後からちょっと恥ずかしいなと思って僕自身も反省してるんですけども、そんなこと言わなくてもよかったと、こう言ってこう言ってって言えばいいんだからと思いましたけれども、だけれどもそれではタクシーの運転手は務まらない、つまり専門職としては務まらない、やっぱりある程度あの名古屋ですとね、一回こういうことありましたね。名古屋一のホテルに、まあ、名古屋観光ホテルってあるんですね。序列としてはなんか、ウェスティンキャッスルと名古屋観光ホテルが1、2であって、そしてあの例えば皇族とか、まあ、そういう方がお泊まりになるときには、まあ、その2つを使うと言われているようなホテル、そこのところに来てくれって電話をしたらあの住所を言ってくれって言われたことがあるんですね。いやいや伏見にある観光ホテルなんですけどって僕こう言ったら、住所を教えてくださいと。例えば住所を聞くということがマニュアル化なんかになってるんでしょうけども、やっぱりそのタクシー会社がタクシーの運転手が専門職ではないということを、まあ、認めているようなもんですね。一時日教組がやっていた、学校の先生は聖職じゃない、こういうふうに言って労働者だって言ってましたけども、その時に日教組はですね労働者と専門家という区別をきちっとして、そして、日本の教育の発展に役立てようとしたかどうか、非常に疑問ですね。まあ、そういうことはいくらでもあるんですね。ですから私たちの日本がもう少し発展していい生活を、いい安全なですね、質の高い生活をするためには、まあ、専門家を養成するとともに、むやみにプロとか専門家という言葉を使わずに、専門家とかプロという言葉を使うときにはですね、その人が普遍的法則に従っているのか、長期間高度な修練を積んで一般人よりかはるかに上の状態にいるか、そして不特定多数に対して平等に責任を持っているかということをよくチェックするという必要がある。それによって、日本の社会がさらに快適で安全になるはずだと私はそういうふうに思っています。まあ、このシリーズの目的の一つが日本に古来にあった専門家というものをもう一回復活して日本社会をもう少しさらに良くしたいという希望があることにもよります。